ボディサイズもデザインも大胆に進化を遂げたプジョー207。その最もスポーティーなモデルが GTI だ。プジョーのホットモデルに与えられる伝統のモデル名 GTI を名乗るだけに、その中身も期待を裏切らない。207シリーズのパワーユニットはミニと共通の4気筒だが、 GTI にはハイプレッシャーターボが組み合わされた175馬力の 1.6 リットルエンジンが与えられた。トランスミッションは5速マニュアルのみの設定で、わずか1260キロのボディに強力な動力性能を与えている。インテリアにもプジョーの GTI らしいエッセンスが随所に見られる。バケットシートはアルカンターラとレザーのコンビシートで、ホールド性が高いだけでなく車のクオリティを大きく高めている。リアシートも同等の処理だが、センター部分を膨らませたホールド性の高いデザインを採用。その結果、定員は4名である。最もホットな207であっても、ダンパーを固くしたスポーツセッティングではなく、あくまでもしなやかにサスペンションをストロークさせる猫足であり、優れた特性のダンパーがそのボディの動く速度をうまく抑えてくれるのがプジョー流だ。さらにプジョーの優れたボディコントロールがドライビングの楽しさを増幅してくれる。大きめのシフトノブに対して、とても軽い操作感の5速マニュアルのギア比はクロスレシオが与えられており、ドライバーによってはギア比の高い1速までをフルに使うに違いない。そうした期待に応えてくれるのがプジョーのホットハッチの真髄であり魅力なのである。